こんにちは。今回は原石イベントについてです。誰でも原石がもらえますのでぜひ参加しましょう。イベント名は炎武伝心と何やらかっこいい名前ですね。本日2月9日から約10日のみと少し短めの開催です。原石をはじめ嬉しい育成素材もありますね。必須条件はランク30以上と稲妻の魔人任務の序盤ですね。伝説任務などはスキップ可能なのでクイックスタートしましょう。毎日一つずつステージ開放で計6ステージあるようです。難易度も3つあるので可能な範囲で攻略してみましょう。イベント自体はとてもシンプルで1対1での剣技勝負ですね。私たちができるのは通常攻撃ガード必殺技の3つとなります。敵が大技を繰り出してくるときにガードをすることで逆に大ダメージが可能です。タイミングが割と難しいので何度も挑戦してコツをつかみましょう。そして今回から追加された右下の必殺技もあります。これは先ほどのガードや時間経過で溜まっていくので、ゲージが溜まり次第どんどん必殺技を使っていきましょう。敵がひるんでる時の方がダメージ出るかもですね。ガードと必殺技以外の時間は通常攻撃をどんどんしましょう。また今回のイベントでは綾香の新衣装キャラを操作できるみたいですね。ぜひ綾香の華麗な1対1を見てみたいですね。それではイベントぜひ楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。